ここまで勝ち上がってきた精鋭による頂上決戦、カプリコーン杯決勝。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗2大スプリント覇者、1番桜爆心王、1番人気です。続く2番人気は2大ダート戦覇者、4番スマートファルコン。注目のここまで無敗2大ダート戦覇者、7番スマートファルコン。7枠7番での出走、気合十分。いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。7番スマートファルコンと1番桜爆心王、この2人が競り合っていると、苦しい戦いを強いられて、最高の瞬間みんなに届けちゃう。1番桜爆心王上がっていきます。さあ花に立ったのは7番スマートファルコン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番スマートファルコン。4番スマートファルコン、ペースが速い。第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。7番スマートファルコン、花を進む。さあ外から先頭を伺うのは9番カレッサ。1番桜爆心王、まだ抑えたままだ。栄光まで4人で最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは9番カレッサ。突っ込んでくる9番カレッサ。9番カレッサ、このまま押し切れるか。200を引いた9番カレッサ、足色は衰えない9番カレッサ。リードは2つ、強い強い。9番カレンちゃん、見事な走りで勝利を手中に収めました。勝ったのは9番カレンちゃん。この大舞台を見事勝利し、カプリコーン杯を制しました。2着には7番スマートファルコン、3着に入ったのは5番桜爆心王。